はい、こんにちは、石塚です。バルセロナバルで何頼んだらええの、どこのバル行ったらええのということを一回やってみようかなと思って、まずは一番大好きなラ・プラタ、まあイワシのフライ専門店やね、言われると。今日は新薬君と新薬君これまだビールがいいの、これはちっちゃいビールが美味しいって言われてるのは、まあパッと飲んで冷たいうち飲んでまた頼めるからいいっていうのね、キントね。あの魚がたまに出来たて来るときをすぐ頼んでください。シアさん頼んでください。じゃああとトマトサラダもお願いします。ここはトマトサラダと魚しかダメです、出来たてがね。あそこがある5分以上経った魚のときは頼まないでください。ちょっとグッと我慢しておいて、出てきた瞬間もちょっと飲むと熱々です。うまい、うまい。ペスカリータね、本当に片口そうだね。あのボケローンこのトマトサラダが意外とうまい。ガチャーこのトマトサラダなんかうまい。このこれは食べてきた玉ねぎとトマトを一緒にゴッといってさ、うん。一応座る席もあるんですけど、値段がエスカードサラダ3ユーロ3ユーロトロンの白ももらいましょうかね。なんか面白いやつがあるんで、うん、飲み方の一個として、ほんまこの店はあの白ワイン赤ワインピンクワインってあるんだけど、ほんまピンクワインがいいんですけど、今日は白い T シャツなんでちょっと水したらあかんので白ワインにします。いいね。一番好きな店やね。これが来ました。これがポロンですね。飲み方はもうこれ。少しなんかね。喉開けなあかんじゃない。これあの喉開けてるわけない。おじさんたちは喉開けて本当に。じゃあ、ま、喉開けてもらえそう。いや俺は無理なんだよ。喉開けてみて。一回試しに。いきますよ。おい下手くそ。おいびっくりする。お前角度は悪い。喉開けてみてる。うまいで、うまいで。いや、ちょっとあれやな、ちょっとこの瓶が瓶が悪いの。でもそうだよね、先っちょの角度が悪い。角度がね、ちょっとね見てほら、ちょっと分かる。そうだね、オリジナルに比べちょっと角度がちょっと割れてんじゃん。あ、よくないね。意地悪されてんじゃん、意地悪されてんじゃん。これイワシを作ってるやつ、ここの裏がね、トイレがこっちになって、ここでイワシを作ってるんですよ。おばちゃんいる？おばちゃん一人がここでイワシをがっつり作ってると。こういうのでわちゃわちゃ楽しむのがここの醍醐味ですけど、あ、ここはこういう店、これでパッと行って5分でもう帰ってくださいいいお店でした。もうここは飲んでもこんだけ飲んでも2人で10ユーロぐらい、基本的に安い。だってこれが3ユーロやろ、これが3ユーロ、6ユーロやろ。ビールなんて多分ね 1.5 とか2やから、全部で10ユーロぐらいなんで安い店ですっていう店です。で必ず日本の人来た時、このおじさんにチップをいっぱいあげてください。1ユーロあげていってください。それブティハラ、ブティハラ言ったか、1個だけね。ブティハラあかん言うたのよお前今日食ったことないよ。あ、本当に。ブティハラレベル高いか。ちょっとブティハラチェックしましょう。ブティうまい。あ、ブティハラ自体は熱い。熱い。うん。ブティハラ自体はうまいだな。熱くないから。あ、うん。
白くない。普通。うるせえな。うまい、まあ、コスはこれは頼んだらダメですやっぱり。